いろんなことにすごい興味あるから、興味すごいあることに出会ったらもうそこにガーッて行ってますね。そう、だから人も物もそうだな。るほどなるほど、そこもここ発信ですね。そう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 、ここそうそうそう、ここすべて本当全部ここなんですよね。ここ次第でここが行った結果、いろんなことについて考える、自然に考えるし、外から見ればそれは努力かもしれないし、楽しむかもしれないし、すべてここで決めてるんだ。そうそう、だからこも、心が動けば、まあ、いろんな人に、あの人に会いたいとか、はい、そこに行きたいとか、はい、全部そうです、ね、うん、自分のこの気持ちが決めるならないですよね、行動に絶対、うんうん、はあ、そっか、それが縁になってるんだ。そうそう、なんで踊ってるんだろうって思った時に、僕の場合は何とでも言えちゃうじゃないですか、そんなの、うん、言えちゃうんだけど、なんか一個あるのはなんか出会うために踊ってるっていうのは一つあるのかなと思って。いや、そうだと思います。なんか人と出会う、あの、わかんないですけど、感情と出会う、衝動と出会うとか、知らない自分の気持ちに気づくとか、うん、そうですね、なんかそういうのってやっぱり思ったりします、そういう風に。いや、絶対それしかないと思います。それしかない、うん、そこがすごいですよね。それしかないって言い切れちゃう。うん、すごい、分かんないですけど、私はそう思ってます。でも確かにそうですね。そうやって言われてみたら僕もそう思います。確かにそれしかなくないってなっちゃうんです。だから多分ダンスしてることも、うん、私が絵を描いてることも、うん、まあ、音楽やってる人とかもいるか、まあ、そういう人全てそうじゃないですか。それを通して誰かと出会うじゃないですか。それが最高のプレゼント。最高ですよね、うん、ほんと最高。そのためにむしろ書いてるぐらいかの感じですね、もしかしたら。そうかも、うん、だって誰かがすごい感動してくれたりし、まあ、感動してくれなくてもなんか嫌と思ってもなんかとにかく誰かがその絵を通して誰かと知り合う、うん、でちょっとこういろいろ話ができたりするっていうのって、はいはいはい、すごい。だって地球上にすごい人がいっぱいいるのに、そんなに全員に会えないわけじゃないですか、当たり前だけど。そうです ね。だけどやっぱり何か自分がアクションを起こす、その、うんうん、ダンスするとか絵を描くとかそういうことをすることでいろんな人に出会えるんですよ。本当ですね、それが最高だと思います。最高だ。